そう、中日ドラゴンズ、暫定最下位。広島が勝ったため、最下位転落した模様。大野期間。ちょっと前まで首位では浸ってたやん。何があったん？涌井初回 KO、延長11回、今日のこれ、柳谷完膚も続投させるべきでは？立浪ってボロ負け試合でも勝ちっぱ平気で突っ込むから、中継ぎ持たないやろね。貯金6首位でウキウキではしゃいどったが、2週間弱で悪夢のような現実がそこに。まだここから今年の中日は違うから。期待を裏切らない。まあ今年は一瞬でも楽しめただけ、マシなんちゃうの。今年は違うとは何だったのか。らしくなってきたな。リーチの試合より面白いのずるい。